まずね、どうやろう。マウス使うよ。まずインターネット接続しますよ。まず接続しますよ。インターネットエクスプローラー。それたらあれが出るわけじゃあ、それを打ち込むやつが。それで、もうお気に入り、ここの星マークにもうお気に入りで入れてあるから。それがお気に入り、ね、ここの格安移動っていうところをクリックする、ね。ネットワークに接続してないって書いてこっちだ。これをお父さんのから外してやらないと、大事なこと忘れちゃった。重要なことが接した。基本的なこと。これをやらないといけないんだ。これはここで接続すればいいから。よいしょ。はい、ネットワークに接続しましたよ。時々調子悪くなったから。はい、それでここがお気に入りだから。うん、星マーク。お気に入りっていうのは今まで自分がやったやつ。自分の好きなサイトが見れるやつ。お気に入りに登録しても。登録してあるから。よく使うからね。格安移動、これで見るんです。それで、これを東京発の路線を見るよ、まずね。そしたら東京宮崎っていうのがあるから、何しようもないんだ。東京宮崎を、東京宮崎があるから、ここの飛行機や、ここよ、飛行機を見るのね、最初、これ押すの、そしたら、最安が出てくるのよ、最安、それでこれ東京宮崎だけど、宮崎東京を見るのは帰りはここ逆区間っていうのがあるのよ、これを押すと、これをやると、今度は帰りの宮崎東京が表示される、最安が、それで帰りは17だから、11,060円、行きはもう一回逆区間を押すと、行きの最安は東京宮崎は15日から12,220円だね、それでここを押すね、行きだから、そしたら行きはジェットスターから残り4席って書いてある。これ本当かどうか分からんけど押してみるよ、12時スカイチェットチケット普通席、これ本当かどうか時々ねできんことある。ずれちゃう、ずれる場合は、ね、時々高い時ある、なぜか知らんが売れたんじゃん。ここでこれがねミスというかね、
ああ、1万ある。あるわね、12時。15日の12時で、これ、普通席ジェットスター料金1万ある。ある。うん、ある。それを、すでに以下の便は、不可便だって、申し込み不可便。空席不足してもお手数再検索をお願いします。このまま空席便のある予約であれば、あ、やっぱダメだ、申し込み不可便になってるわ。もうもういっぱいね、もういっぱい、こういう場合があるよね。なんか、このサイトはね、遅いんやろ。このサイトはね、あると言っときながらないんよ。これがダメなところだよ。これはあると言っときながらないと、それはダメなよ。残念ながらね、安いのはなかった。次の値段のやつはない。それがダメなよ、ここもないね、このサイトは。それがダメなら次ってやつはないね。次はね、次に安いのは、もう1万7千になるの。羽田宮崎7000円高くなる。だけどこの間行ったあれだと、もうこれが安い、一番。だけ早すればよかったんやね、もうちょっと早すればよかった。でも決まらんかったから、予定注文が立たんから。ブックマークされた場所からフライト操作をお取り扱いできない場合があります。ソラシドエアだ。今度は羽田からだ。あ、ソラシドね。私がよく乗るやつで。予約購入。これマニュアルでやらなきゃいけないのか。ソラシドはそんなややこしいことないだろ。ソラシドはね、電話でもできるんだよ。電話でもできるね。電話で行ってね、その場でね、もらうの、クレジット番号を言ってね、自分の。普通席、特割7名、深い。サイドトップページより、これもうダウンタウンなんだ。特売シリーズ70万円まで、これやってみよう。特売予約返却不可。東京羽田でしょ。4月15日到着地宮崎じゃん。宮崎、その他、普通運賃が、特売り7日前が、これがあるわ。7日前。1万7千があるわ。12時から。7日前じゃなくて、あんたずっと前じゃん、前。ずっと前だけど、それ以上はないの。シニア割っていうのはね、もっと安い。安いよ、あんたシニア割。1万円くらい。1万8000円だ、でも。それでも1万8000円や。介護特別割引が、それでもないか。じゃあ、これだね。最安が1万7000円だ。車椅子の人と一緒に。12時。それでいきいね。
これしかないわ。他のフライトを選択するとき、他のフライト追加は帰りは安いかもしれない。帰りはまたやってみる。予約取り消し、削除じゃなくて入力情報、フライト選択するのをご利用いただけないのは予約センター。次へ、12時で到着でないのに特割、搭乗者末村、かな、村、手つち、ちょっと、嬉しいね。永遠ニュースじゃん。年齢44。44かねてっちゃん。うん。43だったっけ。44よね。43だったっけ。44よね。で何歳かよ。45じゃないよ。43やったっけ。また何年生まれ。1974年、44年、うん、44歳、ご到着で幼児、連絡先、自宅、0303-599-09メール、すがすがしいよ、キヨキヨしいって言ったって。そうな、冗談ですよ。いや、知らなくて。え、なんて、うん、またこれ読めるね。あ、すがすが、キヨキヨしいって読んだの。キヨキヨしいって言ったんだ。キヨキヨしいって覚えちゃったんじゃよ、ずっと今まで。まあサッカーだから、しょうがない。英語はできるのにね、ね。ロシア語はできる。ロシア語ね。三角語できるから勘弁してあげる。ギギリア、僕も草津を群馬だと思う。草津をね、長野だと思ってた。草津は群馬県で。長野原だからね、長野かと思ってた。ああ、長野原ってところにあるね、うん。群馬の長野原にあるからね。長野。安いね、うん。中国地方が中国じゃないのと同じよ。うん。KQGJX。12時13時、いいね。お荷物は1個になります。
手荷物が行く。手荷物あんまり増やしたら別料金取られるよ。うん、うん、それは取られる。合計1万7000円で、行きは。座席して、もういいわ、これは。コンビニ、コンビニ行こう。うん、そこじゃ行けんのね、そこのコンビニじゃ。できるできる。指定してる場合もあるわけ、なんとかっつって。いや。プリンターで印刷し、ファミリーマートがいい。なんでファミリーマートがいいの？ファミリーマート、当店のマルチメディア端末、そこしかない。ファミリー券を発行しレジにお持ちください。インターネット上の操作はありません。申し込み表をプリンターで印刷、セブンイレブンのレジをお持ちください。携帯電話で申し込み番号を取得することもできます。またスマホがあったらスマホでできるんですよね。近いからどっちにしようかな。こっちにしよう。どっちでも好きな方がいい。半分前やったら向こうまで行かなきゃんじゃろ、うん、この間行ったんだよ。でもあっちの方がね、あれの方が今日はセブンにしよう。やりやすいの？うん、私は昔はまだコンビニの方に行った記憶があるけど、飛行機の切符を取るのに印刷せんやけん。完了してません。コンビニ、申し込み表をお持ちの印刷し店舗にお持ちください。まず購入する。確認番号は以下の通りです。ご登場者予約、印刷しようしよう。どっかいる上で。確認番号は以下のとおりです。ご搭乗の際は、印刷したんかな。いや、そうです。したの？印刷。まだまだ。何枚か。よし、これができて、確認番号でしょ、これが。それで、番号で。搭乗の際、予約番号が必要となりますので、この画面をお聞かせください。払い込み表番号が必要となります。この画面の払い込み表示ボタンを押しください。払い込み表示ボタンを押し、ご確認ください。払い込み表示ボタン、これも印刷せん。これを印刷する。
払い込みベースで、ショッピング払い込みボタンで、これがある、提示ください、支払い金額を支払いください、いいねこれで、これもちょっととりあえず印刷しとく、お兄ちゃんも早く手続きしたらちょっと安いのが取れるかもしれんけどね、でも8月13、14、15日にしかないよね、取れんかもしれないなと、はい、ね、支払い期限何の7月7日、スラシドを取って、うん、運賃詳細、ご予約情報をお受け取りいただけます。ということで、これが行きですよ。うん。帰りは。じゃあ帰りをやりますね。帰り行きますよ。うん、帰り、もう一回やるよ、これ。見とって、うん。帰りはまた、一応予定だから、宮崎東京、東京宮崎じゃん、うん、の逆区間ね、逆区間すると宮崎東京になるから、それで15止まって16止まって17になる、17、17の最安はこれだから、そうなるの、今度は分からんね、これが取れるかどうか分からん、選択してみる、こないだ終わったんだけど、あー申し込み不可、うん、以下の便はすでに満席、また空席を不足しております、再検査を行います、当該便は空席などの予約にお気をつけください、だってこれもダメだったね、ダメだった、次のやつ、満席申し込み対象外です、じゃあ別に17日に帰らんでも16日でもいいわけやね、いやもういつものこのもうね、だったらそれって書くなよって言いたいね、うん、これがね、これがずるいとこだよね、ずるいというかもう完全にないとこ、まあでもいいね、もう1万8000円で、うん、それしかないんだよ、コンビニで買うとね2万円かかる、コンビニでも買えるのが分かった、宮崎羽田、16人しようか、コンビニの兄ちゃんがやってくれるの、こうやって、いやいやコンビニはね自動支払い機がある、17、もうこれ18しかない、しょうがねえ、17はないの、もうね、ああ17ある、17の1万8000しかない、これしかねえの、もう特割
特売り7日前普通席。時間はその便しかないってこと？うん。ね。やっぱ1万7000が2つ。まあそれでも安いか。普通に帰る。普通だと3万ぐらい。まあいいね。うん、それで帰り。ソラシドイヤ。私が変えたと思えばいいから。お母さんも変えらんでいいっていうのがあれなんだけどね、うん、私が変えれば かかるんだから、ま、今後の人間関係だから。ということで、このソラシドなんとかっていうのがスペシャル、これ見てみようかな。やっぱ特割7がしかねえわ。かわいそうにね、このお父さんも。7日前まで受付。紹介。で、宮崎、東京、登場。登場日は7月15、16、17ですね。17やったね。15に行って17に帰るよね。うん。で、大人1人検索する。はい、特割7日前は1万9000だ。ソラシドカード割っていうのがですね、カード持ってないから。持ってないもんね。うん。これしかない。カード割っていうのがあるね。うん。1万4000だ。いくら払うんかしちゃって。カード割っていうの取ろうかね、今度。特割7。カード、ソラシド。ありました。はい。次へ。はい、末村。末村。